はい、皆さんこんばんは。マイケル・ジョーダンです。はい、DJ です。はい、はい、ということでよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。で、今日は何に伝えたいかっていうと、はい、ゾゾタン、ゾゾタン、はい、前澤さんが、やってるゾゾタン、まあもう前澤さんはいないんですけど、はい、ゾゾタンについてちょっと紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご存知ですよね。で、今回は何について紹介していきたいかっていうと、はいはいはい、まあ、ウィンドウショッピングのヤバさ、ヤバさ、一つっていうのと、あと二つ目、まあ、学生さんがよく、まあ、使うであろうスケ払いのヤバさ、スケ払いね、はい、うん、っていうところで、はい、まあ、あの着眼点を終えてちょっと紹介していきたいなと思いますので、はい、まず一つ目、ウィンドウショッピングのヤバさっていうのは、はい、まあ、結論から言うと、はいはい、まあ、僕らも結構ゾゾタウンっていうのを利用してたんですけど、ね、もう最近ね、一切利用してないですね。してないですね。はい、うん、なんでかっていうと、まあ、僕去年引っ越ししたんですけど、はい、まあ、その時にいらない服をとりあえず全部処分しようと思って、はい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 、はい、まあ、処分していってたところ、はい、結局最後にもうだいぶ捨てたんですよ僕。捨てたのも、まあ、打ったのもあるんですけど、あ、はいはいはい、でそこでまあ最終的に残ったのが、はい、やっぱり全部の店頭に見に行って、はいはいはい、あ、これ欲しいなと思って買ったもの、はいはいはい、ああ、ネットで実際に、はいはいはい、まあ、店頭に見に行ってこれかっこいいなと思って、はい、ゾゾタウンで買った商品っていうのはありますよ、はい、でもその商品は今でも残ってるんですよ、はい、で実際これもそうなんですけど、はい、まあ、それ以外にもいろんな、ね、メーカーさんのところとかで買って残っているものっていうのはあるんですよ、いっぱい、はい、でもただ、ZOZO タウンのウィンドウショッピングっていうところで、はい、まあ、だから携帯でこう見てるわけですよね、はいはいはい、こう見てて、あ、これいいなと思って落ちて買ったものって一切残らなかったんですよ、うん、わかりますね。うん、皆さんも多分、ね、あると思うんですけど、なんかこうネットで服見てて、あ、これいいなと思ってポチって押して、うん、もうじゃあ、まあ3日後、2日後に来るじゃないですか。で、実際上げてみて、まあ、着てみる。まあいいなと思うかもしれないんですけど、なんかまあね、1ヶ月くらい経った時は、なんかあんまりいいのかな。なんかこれなんか本当に俺欲しいのかな、欲しかったのかなみたいな。やっぱそのやっぱ画面だとね、なんていうんですか、購買力をね、すごい余計にそそられるんですよね。あのね、背景がやばい、背景が、うん、そうそうそう、背景がうまいこと作られてるから、はい、ほんまにその店みたいになってるやん。そうなんですよね、はい、あれで、まあ、買ってしまうのよな、やっぱり。うん、買ってしまうんですよね、ついつい。そう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 、反射的に買ってしまうんですよね。あれね、着てる写真もいっぱい載ってるし、レビューだっていっぱい書いてあるし、なぜかその1万円が安く出てしまったりとかして買ってしまうんですよね。そうそうそう、ほんまそれが一番やばい。1万円稼ぐのにどんだけ、まあ、まあ、雇用された働かなあかんかっていうのを考えなあかんから、はいはい、ほんまにね、1万円っていうその大切さっていうのを、うん、そのまあ、結局いらなくなる服に対してポンって使うのは、はい、もうちょっといちいち考えましょう、やっぱり。そうなんですよね、うん、いちいち考えてこれいるかいらんかって思ったら僕いらないになると思うんですよ。うん、だからそこでやっぱりいちいち考えれる能力っていうか、まあ、そこでいちいち考えれる、自分っていうのを作らなあかんと思うんですよね。やっぱそういった簡単にポチって変えちゃうからこそいけないんですよね、うん、その便利さっていうのが悪くしたっていうか、まあ、便利は悪ですね。悪ですね、はい、っていうところですね。まあ、とりあえずウィンドウショッピングの闇っていうのは、はい、まあ、闇っていうかヤバさっていうのは、まあ、その辺にしておいて、はい、まあ、とりあえず次は、まあ、付け払いのヤバさっていうところで、はい、まあ、付け払いのヤバさ、ちょっとここに、まあ、付け払いって何ですかっていうふうに、はい、なる人はあると思うんで、ここに書いています。はい、説明ですね、はい、説明書かせてもらってるん で、はい、で何かっていうと、はい、まあ、名前の通り付け払いって言って、うん、まあ、借金と同じなんですよ、簡単に言えばね、はい、簡単には借金ですよね。2ヶ月後に支払えますよっていう、うん、だから2ヶ月後に払えるんで、まあ、なんていうんですかね、まあ、お金に、まあ、お金出さずに買えるから便利ですよみたいな感じで書いてるんですけど、うん、あれがまあすごい悪ですよね。そうなんですよね。結構最近思うんですけど、闇金かと思いますからね。いやでもそなんかまあ一緒のようなもんじゃないですか、それは。そうそうそう、だって結局、はい、まあ、2ヶ月ぐらい払わなあかんわけやんか。はいはいはい。だから2ヶ月後に払わなあかんもんを今買えんだったら買ったあかんわな、やっぱり。いや僕もそのゾゾタウンを使用してた時にその付け払いっていうのはやらなかったんですけど、ちょっと怖くて。けど僕の周りの友達とかでもいっぱいいましたよ、付け払いやってることが。うわ、今買っても2ヶ月後に払えばいいからもういっぱい買っちゃおうみたいな。ほんじゃあ例えば2ヶ月後ね、こう友達の予定ができたとか旅行に行きたいってなった時に、やっぱそれをね払わないといけないかなっていうふうにもなりますし、実際その時に忘れてることがいっぱいいるんですよね。
忘れてるはやばいけどね、いや結構いましたよ、いや、まあ、忘れてるは結構やばい、はい、忘れちゃってるみたいな。でまあ実際ね払ってなくて、わやべえも払ってねえわみたいな、うん、なっちゃうことが結構いたりしたんですよね。そうそう、でそれがなん、あの払ってないと何がやばいかっていうと、はい、まあ、ブラックリストっていうのに載っちゃうんですよね、あの一定期間払わないと、でそれって何に影響が出るかっていうと、まあ、将来、まあ、クレジットカード作れなくなったりとか、はいはいはい、まあ、車のローンとか通らないとか、まあ、家買う時に、まあ、最悪の話ですよ、まあ、ここまでにちゃんと返済とかちゃんとやってればいいんですけど、まあ、将来家を買う時にあの審査に通らなかったとか、まあ、最悪も賃貸の審査に通らないっていうのもあるんですよね、やっぱり、はいはい、そういう小さな話が大きな話になっていっちゃいますもんね。そう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 、やっぱりちゃんと支払い能力ある人ですかっていうのを見られてるんで、はい、だからもうどんな些細なお金でも絶対にちゃんと払っていかないとダメです、やっぱり、うん、そうなんですよね、うん、もうそれを後回しにしてたらほんまにダメです、携帯料金と一緒です、はい、はい、それ2ヶ月後っていうのに甘えてしまったらダメなんですよ、そう、ほんまにダメ、まあ、だからね、まあ、その辺はちゃんと今の学生さんとかしっかり気をつけていただいて、まあ、ちゃんと将来ねクレジットカードも絶対必要になってくるんで、だからちゃんとそこにね作れるようにあのしていかなあかんと思うんで、そうですね、はい、まあ、あのしっかり勝、まあ、ったらちゃんと返済をするのはいいんですけど、はい、極力もその付け払いとか利用しないようにしましょう、そうですね、はい、我慢してね、しっかり自分で稼いで、まあ、大工できないお店ないで、ね、買えるんやったら買ったらいい、そうです、買えないんだったら買ったらあかん、はい、うん、借金しないです、そう、服なんで別に、はい、最悪ですよ、一着持ってればいいじゃないですか、最悪ね、最悪ね極端な話で言えばそうですからね、そう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 、だからもう極端な話、まあ、そういう風に考えていって、まあ、今後ね、いらないものっていうのは極力買わないようにしていった方がいいんじゃないのかなっていう、そうですね、今のこのご時世ですね、はい、はい、っていうところだと思います、はい、アドバイスをしてしまいましたが、今日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます、動画毎日更新してるからチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、コメントグッドボタンも待てて。